薄い関所東門地理院地図 Google ググマップ。薄い関所の位置薄い関所は、中山道で上野国の松井田塾と坂本塾の間にあった関所である。江戸時代には、東海道の箱根関所、中山道の福島関所と共に重要な関所とされた。薄い関所の跡地は、群馬県指定文化財に指定されている。現在の群馬県安中市松井田町に相当する。 薄い関所の起こりは、平安時代正体2年、第五天皇の時代、大乗官府により、相模足柄とともに薄い坂に設けられたと言われている。招待3年の大乗官府には、席の設置と通過の取り締まりが、類寿三大閣に記されており、関所の通過には仮称を用して取り締まり、その後は部内が安静になったという。まさに仮称をもって、足柄、 薄い塔の席を渡すべきことみ相模の国会を得て、曰く、大上官去年9月19日、府の胸によって初めて九段の席を置き、それより、武内清清清、神緑矢瀬ゆ、類寿三大閣、大島、関所所州中世には、安中市によると、神長原に、関所が置かれていた場所の近くに、仮番所が作られた。関所は、江戸時代に、安中藩主、井伊直勝が、 爆名によって、関長原に設置したが、玄那9年に、関長原から地形的に堅固な上横川村に移転、放映5年7月より、薄い関所と称した。関所の警護は、玄那2年、いいな勝が任命されたのが始まりで、代々あんな藩主が務めていた。番頭2名、平番3名、同心5名、中間4名、箱番4名、女改め1名が詰めていた。 海道東西にそれぞれ門があり、東門を安中藩が、西門は幕府諸葛であり、天下門と呼ばれた。薄水石所は、中仙道の福島石所、東海道の箱根石所、欧州街道、日光街道の某川旅中田石所、甲州街道の小仏石所、北国街道の関川石所、と同様に、入り鉄砲に手女を取り締まっていた。薄水石所では、 徳川幕府による、留守居消門により一元的に江戸からの不法な、手女を監視していたが、関所近隣在住の女性の通関に対しては、特別な配慮もあった。諸国五関所書き付けこの印で重期五関所この、印景気五関所、上州東ずま軍01、大戸五両01、大座佐藤道同国根軍01、猿が共同道国、群馬軍01木が、橋。 松平山と守る道国名場軍015両、道道国薄井軍0一薄井桜伊勢守る右六箇所の文、女の儀は、ゴルス巨匠門をもって、愛道す。諸国五石書書き付け、大島、67の69ページ。薄井石書は、明治2年の大城。薄井石書後は、昭和30年1月14日、群馬県指定文化財に指定された。 昭和34年1月、東京大学教授工学博士、藤島井二郎の設計により柱や門など、当時の部材を使って、東門が復元された。ただし、当時の場所ではなく、板書の後に復元された。当時の石所の建物は現存しない。域内に、薄い石資料館がある。注釈出典。ありがとうございます。